やー、本当にこのクローゼット汚ねえなー。じゃあここのクローゼット見るの結構久しぶりじゃない？久しぶりだね。なんか掘り出し物とかお金とかなんか入ってないかしら。一応なんか千円札とかさ、どっかに挟まってないかしらね。ないかな。いや、あったらいいけどね。あ、なんだこれ。何、なんかあった？なんか写真があるぞ。お、何の写真だ？そんな写真なんかあったっけ？なんや赤坂の顔写真があるわ。いやいや、別に俺の写真があってもどうでもいいわ。だって俺の顔なんていつもお前見てるやん。ほら、出してない顔があるんじゃないかしら。いや、どういうこと？いや、俺は視聴者さんにもおかんにもいっぱいこの顔見せてるじゃん。今さら顔公開だなんて。赤坂くん、実写の顔っていうものはね、出してないわよね。え、マイクロじゃなくて現実世界の顔？なんとね、ポケットからね、ズボンの出てきちゃったのよ。嘘つけ、どうせないだろそんなもんって思いたいわよね。ほらほら。え、いや、どうせ違うでしょ、俺似た人でしょ。じゃあ見るよ。ほんまに俺のリアルの顔や。どうしよう。赤坂くん、返しなさい。やだよ、返したくねえよ。まあ返さなくてもいいわよ、赤坂くん。あ、よかったよかった。じゃあこれ処分しとくからね。あー、でもね、私ね、もう一枚ね、今その場でコピーしたからね、あるんですよ、もう一枚。赤坂さん、コピーする速度早すぎだろ。返して、そのコピーしたものも。赤坂くん、これで弱みを握ったってことね、あなたの。これで私の命令に従わなければいつでも晒すという脅しができるわけだ。素晴らしい素晴らしい。最低だなお前。晒されたくなければ私にダイヤをよこしなさい。そうでないと画像を拡散するからな。お前、それはいくらなんでもひどいだろ。そうやって脅してダイヤをよこせって。じゃあエメラルドでいいよ。そういう問題じゃねえよ。ひどいよ。俺の顔を脅しに使うな。やだねーだ。おお、これは私の永久保存じゃ。おおおお、いて。おか、わかった、ダイヤあげますから。あ、ダイヤくれるの？はい。あ、どうもどうも。はい、これでね、拡散しないよね、俺の顔。ああ、そうね、拡散しないわ。でも保存はしよっからね。やっぱね、私の貴重な息子の顔写真ですから、貴重な。一応保存はしときますわ、私が。拡散しないから安心して。大丈夫大丈夫。ほら、早く、ほら、家に帰りなさい。ほらほらほら。ほら、そう。しよう、これでいいんだよ。なんねえなあ。あいつさっきめちゃくちゃひどいことしようとしてたなあ。他にダイヤモンドあげなかったら俺の顔写真拡散するぞとか、最低だな。これはあいつに仕返しをするしかないねえ。ということで、次はおかんの顔写真を何とかして入手しようかな、あいつな。赤坂とおかんの顔を知りたい人はチャンネル登録と高評価お願いしまーす。おかん。あ、どうしたのよ、赤坂ちゃん。おかんの顔写真ください。あ、なに、あなたの写真を私が持ってるから私でも欲しいと。もちろんください。あ、確かにね、お互い持ってないと確かに平等じゃないからね。あんたも弱みが欲しいってことね、私の。俺の弱みをお前が持ってるから、俺がお前の弱みを持っときたいんだ。あなたの気持ちもわかるわ、それは。はい。まあ、気持ちがわかるだけね、愛はしないけどね。おおおおお、そんな自分から弱みを渡すわけないじゃないの、赤坂君。なんだあいつ、本当にダメだったか。なんかケーキ屋さん行ったし、あいつ。ケーキよこして。ケーキ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 。おい、あいつガキすぎだろ。おい、お前何してんだお前。見てる人迷惑だろ。ああ、誰、ああ、恥ずかしい。息子にこんな姿を見られるなんて、お母さんが恥ずかしいわ。見ないでちょうだい。いやいや、お母さんそんな時点が恥ずかしいから、もう大丈夫だよ。とっくに恥ずかしいからね。よし、あぶねー。そうだな、じゃあ次はイケメンになりすまして、オカンの顔を要求してみるか。あいつちょろいから、イケメンな人の顔見たらすぐに顔写真くれると思うんだよね。じゃーん、イケメンになりました。イケメンだよね、多分これは。おかん、こういう系の顔多分好きだと思うから、これ話しかけてみようか。すみばおさん。はい、どうしました。おお、あなたもサングラスつけてるんですね、私と。
あ、色違いじゃないですか。どうしたんでしょう。君とこれからも僕仲良くしていこうと思ってるからさ。え、仲良くしましょう、仲良くしましょう。え、ちょっと LINE 交換しましょう、 LINE を。あ、LINE 交換、 OK OK。 その前でちょっと、え、顔写真が欲しいんだ、君の現実の世界の。あら、なんでよ。いや、君のことをもっと知りたいから。あー、確かにね、私のこと知りたい。あ、じゃああなたの顔写真も欲しいわ。あー、あー、とりあえずくれたらいいよ、君の顔写真。もしかしてあなた、私の顔が可愛すぎてリアルの写真も欲しいのかしら。マイカのスキンがめちゃくちゃ可愛いから、現実世界の顔もめちゃくちゃ可愛いじゃないかなと思って。あらあら、全然いいわよ、あげちゃうわ。ところで名前はなんて名前なのかしら。ジョニーマイケルジャクソンピーポーだ。じゃあジョニーでいいかしら。あー、いや、マイと呼んでくれ。マイくん、ちょっと待っときなさいね。私、あの、ここには保管してないのよ。ああ、待っとくよ、じゃあ。ちょっと待っててね。じゃらーん。あいつ、ちょろすぎやろ、いくらなんでも。お待たせー、マイくん。これ、お気に入りの写真だから、はい、見てちょうだい、ほら。それ、本当の顔写真？そうなのよ。おっしゃ、ありがとう。あー、いいんで、じゃああなたのマイク。ありがとう。マイくんも、ね、ちょっと、おい、マイくん、逃げないでをあげるんだったら、おい、ちょっと、待ってよ。バイバイ。ひどいよ。よし、うまく巻いた巻いた。よっしゃ、赤坂に戻ろうっと。よいしょっと。他の顔写真をゲットしたぞ。俺も見たことないわ、そういえば他の顔写真。どんな感じなんだろう。せーの。こんな感じの顔なの？すーげー、見ちゃった、見ちゃった。いや、なんか、そんなおばあちゃんじゃないな、思ってたより。いつも俺、おばあちゃん、おばあちゃん言ってたけど、ちょっとなんか肌も、綺麗だな。これめちゃくちゃ加工してないやろ、オカン。これでね、オカンのことを脅す材料ができたからね。オカンをちょっと今から脅してこようかな。おい、オカン、なんで泣いてるの？裏切られたわ。ああ、さっきのサングラスかけてた男の人？そうそう。ん？なんで知ってるのよ。あ、だってそれ俺だもん。ん？え、見て、ほら、持ってるよ、お前の顔写真。ああ、ちょっと、ちょっと返しなさい。やだねー、やったねー。やめて、本当にやめて、本当に赤坂くん、やめてちょうだい。ダメダメダメだって。あー、赤坂ー、じゃあお前が俺の顔写真を燃やしてくれたらこれ消すよ。嫌なのよ。じゃあこれ保管しとくわ。あー、ちょっとそれは返してほしい。でも、いや、ダメでーす。じゃあそれはだって赤坂にあげたもんじゃないもん。それはマイくんにあげたやつだもん。いや、でもマイくん俺だから。わかった、じゃあ捨てなくていいよ。捨てなくていいけど、お互い晒さないようにしましょう、赤坂くん。あ、わかった、じゃあ俺もこれ保管しとくだけにするから、お前も晒すなよ。まあ任せなさい、絶対誰にも晒さないから安心しなさい。うんうんうん。本当かな、あいつすぐに拡散するからな、いろんなこと。俺の顔写真も拡散されるんじゃねえかな。まだ信用なんでえから、俺が村人になりすまして赤坂の顔が見たいってだがこねたら、あいつは渡してしまうのか検証してみようかな。ってことで、はぁ、あ、はぁ、あ、村人に変身してきました。これで綾部いるわ。はぁ、あ、はぁ、あ、おい、何不法侵入しとんじゃお前。なんか赤坂って人の顔写真を君持ってるって聞いたんやけど。あ、赤坂？ちょっとわしにだけ特別に見せてくれんかな。あんた何者なのよ、勝手に家に入ってきたところで。おかんのファンです。あ、本当に嬉しいわ。私のファンだったら全然いいわよ。ほら、はい。おい、こいつあっさり俺の顔写真を渡しやがったぞ。何枚も持ってるわよ、10枚ぐらいコピーしたけど、いるかしら。いろんな人にさ、赤坂の拡散してみてよ。ほら、これこれ、ほらいっぱいあげるから、ほら、これ何人かにさ拡散しといて。これ赤坂の顔写真を他の村人にいっぱい拡散しろって。うん、せっかくならね、1枚だけじゃ。何じゃねえ、何、さすがにあいつ広いわ。これは許しておけねえな、あいつのこと。こうなったら、おかんの顔写真を街中ポスターで貼り付けてめちゃくちゃに拡散してやろう。ってことで、大量に絵画を用意してきたからね、これをいっぱい貼り付けていきましょう。はいはいはい。あー、いいねいいねいいね、わかりやすいね。こんぐらいあればいいか。おかん。
どうしたのよ。ちょっとなんか外で面白いのあるから見てよ。何よ何よ、え、何何何、なんか面白い虫でもいたの。え、なんかすごい面白くてさ、これ見てよ。何これ、ちょっと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 何これ、ちょっと何、ダメ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 だって、誰がやったのよこれ。もうそれも見ればわかるでしょ、誰がやってるか。おいしょった、お前かー。やっていいこととダメなことがあるでしょ、そんな区別もつかないのかしら、あんたは。お前さっき村人にめちゃくちゃ俺の顔写真渡してたよな。してないわよ。一応言うけど、さっきの村人も俺だからね。ごめんなさーい、あれは冗談なんです。冗談で済まされないわ。だからって言ってこれは良くないって。まあまあ、おかんとりあえず落ち着いて寝ないよ今は。なんで寝れるわけないでしょ、こんな状態なんだ。バカなんじゃないかしら。おお。いや寝てよ寝てよ。寝っ転がりはするけど寝れないからね、ちなみに。無理だからね、絶対寝れないから。こんな興奮してるでまさか寝れるわけ。ほら寝れない、ほらほら。よくこんな状況寝れるよな。ってことで最後にね、僕やりたいことがあって、ちょっと失礼します。よいしょ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 。ってことで、おかんの顔写真のお面を作りました。おかん、起きてー。どうしたの。面白いな。何？何が面白いのよ。なんか面白いゲームでもあるのかしら。何よ。うん、何でもないよ。何を笑ってんだよ、さっきから。失礼でしょ。お前なんか今日すごい笑顔だね。あら、私可愛いかしら。いや、ほんとに、かわいいよ。ええー、うれしいわー。かわいいのかしら。あなたにかわいいって言われたら、私はうれしいわ。お前、歯きれいやなー。歯きれい、あー、そんな褒めてくれ。私はいつも歯を出してないはずなんだけれども。あー、一瞬だけ見えたから、今。いや、鼻もきれいやなー。鼻ないけど。え、あるやん。え？いやー、なんか、いつでもまして面白いな、お前。面白いって何よ。いや、なんでもないけど。なんなんね、あんたはさっきから。ちょっとだから鬼ごっこしようよ。え、いいよ。じゃあお前鬼な。ああ、いいわよ。じゃあ3、2、1、スタート。逃げろー。え、もう追っかけていいの。あ、逃げろ逃げろ。もういいのかよ。ほらほら、待ちなさい。ほら、なに、なに笑ってんのよさっきから。おい、なにを笑ってるのよ。おいおい、何笑ってんださ。おい、タッチしたぞ。おい、タッチ、何笑ってんの。笑いすぎやてか。キモい。何、お前ブスだな。何よ急にブスだなって。急にそうやって。完全にそれ鼻水だよね。なんてこと言うな、先から。もう意味がわからないわ、あなた。ちょっとおかいこっち来てくんな、こっち。一回お風呂入ったよ。お風呂、あ、いいわよ、全然全然。鏡見て。あ？鏡見て。鏡、はい。あれ？これはどういうことかしら。おい、ほら、どういうことかしら。だから、お前の顔写真のお面を作ったんだよ。それで今、街歩いてたからね、お前。